何でしょうかしらね、告白かな。お客さん用意しました。本当に盛り上がってる。いつかなれるかな、誰かに寄り添える人に。呼びました。さあピンちゃん、5分ぐらいさ時間欲しいんだけどさ。あー大丈夫ですけど、どっか向かった方がいいですか。カラオケ部屋に来れる。カラオケ部屋。カラオケ部屋了解ですわ。うん、何でしょうかしらね、告白かな。ないのよ。もしレン様に告白されるときはなんかなんかキャバだからキャバ出てくれないとか言われそうな気がして怖いです。それは騙されない。こんにちはです。こんにちはですわ。ピンちゃんのためにね、ええ、サプライズ用意しました。え、急に、はい、急に、うん、カラオケ部入って入っていいんですもん。でもさ、盛り上がったら嬉しいでしょ、カラオケって。あー、そうですよね、うん、その中入ってほしい。え、お客さん用意しました。すごい、え、すごい盛り上がるよこれは。でしょ、こんだけいたら盛り上がるでしょ、お客さん。メンズばっかり、しかもメガネで、メガネ率高い、なんでこんな高い。しかもこれは盛り上がる。レイ様さすがですわ、レイ様。いや嬉しい、喜んでくれてよかったよ。頑張った甲斐があった。え、これどうやるの、これ部屋の中に連れていくことってできるんですか。これなんか勝手に増えた。勝手に何人か埋まってるし。え、なんか揺れてない。なんか20人団体さんです。これは盛り上がるな。その後でじゃあ接客よろしくね。接客よろしくね。きついて、きついて。あ、じゃあ行くよ。手上げて、手上げて、足上げて、足上げて、手上げて、手上げて、はいはい、足上げて、足上げて、足上げて、はい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 、ちょっとずつ上げてくれ。一人一人、一人一人、一人ずつ上げてくれるから、この感じ。はい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 。それ本当に盛り上がってる？それ最高、最高盛り上がってる。揺れて揺れて、ほらリズム感じる、リズム感じる。あ、脅してない、脅してるわけじゃないか、別にね。自主性で、自主性。そうそうそう。あ、盛り上がってるけど、これは盛り上がってんな。最高だな。え、でもこれ困らないですの？結構勝手に来ちゃうってこと？心なきが。あ、でも勝手に来ちゃうのは 2,3 人までだから大丈夫だよ。あ、そんなない。さすがにわざと連れてきたんですよね、リン様。よかった。サプライズで。いや、面白かった、ありがとうございます。みーちゃん、これだけです。以上、ありがとうございました。いやいや、ではまた。ではまた。いやー、歌って発表するんですね、一旦。そうですわね、歌って難しいですわね。すればするほど練習を、ね、訳が分かんないです。まあ、緊張してきちゃいましたわ。あ、来るんですね、来るんだ、やっぱ、ね、今みんなピンちゃんの歌聞きに来た。よしよし。さあ、気合入れてまたリバーブ入れましょう。待って待って、ね、楽しくて、その中のみんなに審査してほしいって話だから。言ってないな、私一言も審査してほしいとは言ってない。言ってないな。今回の皆さんは音楽行きましょう。行きましょうか。まあでもそうですよね、大事ですよね。まずは身内の意見を聞かないと、厳しくしてもらった方がいいですわ。そうそうそう、思ったより観客多そうっすけど、ね。うん、思った以上に多い。レンさん、緊張してる。はい、レンさん頑張って。奥の方の緊張します。いや、だって歌手でも何でもないんだから。歌手でも何でも身内っすから。そうですよね、身内。ズボンそのままでも、そのまま、マジでなんて言ってるか。リラックスして。でも止めますか？これでも。大丈夫です。これしか止めらんないかも。皆さん歌うまいっすから。いや。普通に歌えてますけど。皆さん、マイクの、みんな聞きたくてたまらない。ミンコさんの名曲が、あの神曲が、
大丈夫です。歌詞を先に配っておきましょうか。落ち着いて。あ、歌詞も全部歌った。ルーと夢を叶うのは難しいね。朗読いや、朗読すなよ。朗読歌詞読むなよ。その段階を何度でも思う。読むなって返してよ。すごく恥ずかしいですな。一番嫌なやつやん、それ。ルーの気持ちはこれまでも。音乗せないと大体恥ずかしいんだから。読むなんて言わないな。笑うなって。笑うな、歌詞聞いて。笑うな。あの子はの知り合いだよ。イラってくるやろ、自分もやられたらそれ。じゃあちょっと聞こえますかね。ちょっとテストだけさせてくださいまし。いきます。以上です。おお、いいじゃん。すごい。めっちゃいい。すごい、めっちゃいい。すごい。ありがとうございます。よく作り上げたね。まあ。わかりました。ええ。いいよ。あ、本当ですの？僕どうせ気になったところはないかね。いいよ、すごいよ。いいよ、出ました。よかった、嬉しいですわ。素晴らしいと思います。うん、ありがとうございます。あとはピンちゃんは、まあ、歌はちゃんと練習しないとね。そうですわね。まだちょっと高くて出てないとことか表現とかはなんかまだまだだなって私も思っております。でも君のな今の感じでもすごくそのなんていうのかな、そのストレートの感じが表現としてよく出てる部分もあるんですよ。本当ですの？そうだよね。よかったですわ。そういった部分を理解しつつ少し練習すればもっと良くなると思いますから。そうですわね。頑張りますわ。よかったです。どうぞ、どうですか。キングさん。あ、僕、あ、俺ですか。え、これってもうこれでフルなんだよね。え、これでフルですわ。何分ぐらい？2分10秒、20秒とか。まあ、ですわね。短めですわね。え、うん、なんかもったいないなと思っちゃって、なんか短いかなって感じちゃって。あ、落ちサビがすごい好きだからもう一個サビ入れたいなとは思ったんだけど、もう一個サビ入れてその間長い間奏入れてから落ちサビでもかっこいいかなと思ったんだけど、まあでもいいのか、長さ的にそんな長くてもね。
確かにな、まあでもそう合ってもいいし、ちょうどいいっちゃちょうどいいしってそうそうそう、だから落ちサビがもったいないなって思っただけ、うん、普通になんかせっかくいいのいいよ落ちてやってるじゃんか、しっとりとそこを印象付けさせるためにもう一個サビ入れてもいいかなって思ったけど、まあ今ポンって出てこないだけ、どうすればいいかっていう。まあ私がさっきちょっと落ちサビなのにあんまり落ちサビっぽく歌えてなかったなっていうのもあるんですよね、あかなと思ってますよね、歌えてたけどね、確かに。あそう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 、そうなんだけど歌えて、俺はそう聞こえてたからこそ な、ね、なんかそこ強くさせるためになんか一工夫できないかなって思っただけで、多分伴奏でもっとなると思いますよ、うん、あの確かにあそこだけギターバンドにするとしたら、うん、ギターのあそこだけカッティング薄めでツッ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 みたいな感じにして、うん、落ちサビからドーンとあのサビに入るところでジャーンって開放で鳴らせば全然雰囲気もっと出ると思います。出るか。そうそうそう、バンドにやるとしたら、ええ、そう、そこがちょっとまあなんかもったいないなと思ったわけ。だから曲としても全然いいし、うんうん、マジでストレートに言ってるから歌詞の内容も、ええ、だからまあ突っ込むことも特にないし。長さでまあまあその気になるっていうそのね、まあキングさんが言ったところは、うん、あの、ええ、例えば落ちサビを倍にしてもよかったらすると思いますよ。いつかなれるかな、ドゥ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 、いつかなれたいな、ここからまたどんどん苦しんでして、まだでもこれは落ちたべ、いつかなら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 、らいつかなら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 、うん、バン、いつかってさて、ああいい、あめっちゃいいですね。じらす感じですわね。うん、そうそうそう。ロックとして作ってるのこれって。そうですよね。ロックはそうですよね、テーマ。その重めのロックじゃなくて、ちょっとなんだろうな、ガールズバンドぐらいの、あ、うん、その、うんうんうん、それが軽いって言ったわけじゃないけど、ポップよりかなっていう気持ちで作ってますわね。だったら歌い方もっと勉強せんとあかんのかなって感じぐらいかな。うん。まあそこ後々でいいからね、でも別に。まあ練習ですわね。研究と練習が必要だなって思ってます。歌の方はちょっとどうですか、あの歌を歌ってるビーちゃんとかダメンさんとかジューさんとか。え、ジューさんでした。ジューさん。ジューさん。ジューさん入ってますよ。入ってるよ。入ってますね、ジーさん。ジーさん歌歌ってたんでしょ、歌歌ってたうちに入らないよ。歌ってた、でもおこがましいわ。覚え歌って言うてたから歌ってる。そう、昔のそのね、あの拳を聞かせた時の時代の話とかもいるんですか。拳をね、うん、どうなんやろね。一生懸命な感じいいと思うけどね、曲に回っててね。うそうですよね、一生懸命な感じがピンちゃんはこれすごくいいんだよ。うん、そこはそうじゃいけないと思う部分でした。ドムさん。え？君だろ君。えじゃないよ。えって言ってんのわしだけだよ。いや、ピンコっぽくていいと思いましたけど。あ、よかった。ありがとうございます。もっとなんか、アドバイスなんか、なんだろう。あえて気になった点みたいなの。あえて気になった。気になった、気には別にならなかったけど、強いて言うんだったら、ええ、なんかこうグッとこらえるところとパンと弾けるところがあったら声の声量的にもって感じかな。緩急ってことですよね。まあ、感情のコントロールですよ、ピンちゃんだから、うんうん、まあ、今は全てに対して全力で言ってるから、ええ、その感情のその表情を変化させたらもっと良くなるっていうところじゃないかな。わかりましたわ、頑張ります。ええ、いやでも嬉しいですよ、皆様に意見言っていただけて嬉しいです。皆様の前で発表できたことがすごい嬉しいです。よかったね。はい、頑張ります。発表本番に向けて頑張りたいと思いますわ。ええ、皆さんの意見を参考にまたちょっと磨いていきたいと思います。マネージャーどうですか。マネージャーマネージャー、はい、いやーでもね、なんか3ヶ月 もっとかかったか、これ3ヶ月。1月の、いや2月かな、うん、の後半かなんかに、うん、作りたいですって、うん、広瀬様と
話して、うん、だよね、2月から、だからつまりはだから 3ヶ月もう3ヶ月超くらい、ほぼ4ヶ月かかってるよね。いや、よくここまで食べてたなって、すごい感慨深くなりました。いや本当にね、いやもうだからちょっと、まあこれはゴールかまだ分かんないけど、こうね、こう聞けてよかったなっていう、本当にただ単純にもうここまで完成したものを、ありがとうございます。本当に歌声いいなって思っていただけて、ありがとうございます。これをじゃあまあそのウッズストックで、まあ、披露することができたらいいな。そうですわね、そうさせていただけるととても嬉しいですわ。うん、楽しみ。そこをじゃあ君のデビューにするか。いや、ありがたい話です、本当にありがとうございますわ。いいじゃん。ありがとうございます。フラムさんがだいぶ手伝ってくれたみたいだな、これは。いや、そうなんですよね、本当に。ドラムだけっすよ、手伝っていただいて。いやいやいや、アドバイスもいただいてて、とても力になりましたわ。ちょっとだけっすよ、すごくいい感じだし。ありがとうございます。いや、めちゃくちゃ良かったよ。最高。どん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 良くなってる、どんどん良くなってる。良くなってます。一番良かった、一番良かった。今、そう、印象良かった。グッて来たもん、グッて、なんか。グッて来るわ、こんな。じゃあ、この感じちょっと練習しな。ビシッと、まあ、ほぼ行きましょう。ビシッとできるように。ですよね。はい、じゃあ、終了です。ありがとうございました。本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございました。こちらこそありがとう。こちらこそ。ありがとうございます。キヨさん何でもできるじゃん。さん頑張ってね。すごいわ。めっちゃいいわ。やっぱ捨てるの好きだな、最後。ありがとうございます。めっちゃ合ってる。すべて噛み合ってる。捨てるのっていうのがなんかこう歌うときにね。なりたいなーって。
あのこの語尾が、ウィがね、吐息がね、そう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 、あれが好き。わかる。あ、わかる。ピンコさんファン増えてまう、こんなんどうしたらいい。頑張ってね。頑張ります、ありがとうございます。頑張って。今日の ID は？もう払われるんすヒロさん、心からなんか好きってなったもん。いや、まあ、いやマジ良かったからね。プンちゃん良かったね。ありがとうございました。めっちゃ良かった。うん、めちゃくちゃ良かった。特にフラム様とマク様には本当にもうすごい長い間お世話になってこの…さよなら。そうですよね、見てただけだから。こっからだよ、こっからだよ、ここからほんまやな。まだ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 すから、いや機会を与えてくれたのが本当に嬉しいんです。こうやって作曲をする。フラムさんはどうですか。どういうことでしょう、ピンちゃんが。うん、あ、フェイコさんのね、あの声がすごい曲の雰囲気に合ってるんで。そうなのよ、ね、歌う時のね、歌声がすげえいいっす。だからあとはもうちょっと練習するだけっすよ。 ありがとうございます。頑張ります。やったりますわ。やったりますわ。やったろう。これは自信に満ち溢れてる。いいね。待ってね。ありがとうございましたわ。プンちゃん、まあ大きくさっきはまあ呼吸したから、まあもっと小さくしなさい。今な、はい、はい、します。すいません、気をつけます。大きかったり小さかったり。牧場行きます。あ、牧場行きましょう。あ、そうだ。皆さんもちょっと聞いてくださいありがとうな。とんでもないです。素敵でした。ありがとうございました。ありがとう。